はーいお疲れ様です元光ですす今回のお話なんですけど、ある有名なね、パン屋さんが大炎上してるぞーっていうらそんなお話になるんですけど、一体何の話かーっていうとですね、ある投稿者、動画投稿してる人がいるんですけど、その人がですね、自分のところの駐車場にいつもパン屋のお客が駐車していて、動画投稿の死がガチ切れということで、 まあこの動画の投稿主がですね、契約している駐車場のところにですね、これ左側がパン屋になるんですけど、パン屋のお客さんがここに停めて、迷惑してるっていうのを、パン屋の店主にちょっとなんとかしてくれよって言ったら、逆ギレされたというようなね、そんな動画なんですよね。 元光も飲食店で働いてる身からすると、この対応は天使違うだろうっていうようなね、ところがあるんで、まあ、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、まあ大きく流れはこういう感じになるわけなんですけど、実際にね、動画を見ていこうと思います。こちらからね。 まあこんな動画でみんなこれどう思うってここのパン屋さんこれ僕の駐車場なんですけどお客さんにいつも止められてるんですよっていうことでここにパン屋があってですねここが駐車場らしいんですよね、まあ、ちょっと今のじゃあ分かりづらいんですけどえこの間また止められていたのでやむを得なくパン屋さんに止めていたらめちゃくちゃ文句言われたのでって、まあ、この動画以前の話でまあこの投稿者のねえ契約している駐車場のところにパン屋の お客さんが止めてて、まあ、やむを得ず、こっちのパン屋の方に止めてたら、えー、店主から怒られたということが言われていて、で、ここが僕の駐車場なんだっていうので、ここ指さしてるわけなんですよね。まあ、パン屋の1個右だよね、まあ、このシャッターが降りてるところの前なんですけど、ここが俺の駐車場だーっていうのを上げてですね、で、 えー、その後、えー、こんな感じで店に、ね、行くわけですよ。だってまあ、これ自分の駐車場のところに車が止められてるから、これ別の人の車なんですよね。で、だからパン屋さんにね、ちょっとふざけんなよっていうのを言いに行くんですよ。すいません、車止められてるんですけどっていうことで言って。 で,で、駐車場に停まってるよって言ったら、店主が出てくるわけですね、この奥から、こんな感じで。で、黒の牧師のお客様いらっしゃいますかっていうことで、まあ、店内に呼びかけはするんですけど、うちじゃないっすねって、声がなかったから、うちのお客さんじゃねえわっていうことで言って終わらせようとするわけなんですよね。ここじゃないですかっていうことで、まあ、パン屋さんのとこじゃないですかっていうと、えー、多分違うっすねって店主は言うわけですね。で乗っっててません人っていうのを言われ まあこの投稿主も見,見に行くわけですよそしたら、今乗ったなということで、まあ、実際に、ね、無断駐車しているその車のところに行くんですよね、まあ、その間、店主は外に出てきませんということで、見にも来ないわけなんですよ。 でねこの投稿主はその黒い車を見てですねあパン買ってるっていうのを、ね、見たみたいなんですよ。まあ、もちろんそれはお客さんなんで写真撮ってないですけど動画内に入ってないですけどパン買ってますけどお客さんっていうことを言ってですねえこれパン屋のお客さんんじゃんってパン買ってて今車どかしたじゃないですかっていうことを言ってそしたら今どかしたのって店主が言ってきてでパン買ってるじゃないですかって。 いや、お客さんやないかーいっていうことを言って、この前、うちが止めてて、めちゃくちゃ文句言ってきたじゃないですかっていうことをね、文句言うわけですよね。まあ、だって自分のところに止められてるから、このパン屋さんのところに、おそらく止めていたんだと思うんですけど、この投稿主は。その時、この店主めっちゃ怒ってきたじゃんって。 僕だって怒ってんだよっていうのが伝えたいんだと思うんですけどうち商売してるじゃんっていうのをね店主が言い始めて金払って駐車場借りてるんだってで今お客さんが止めたことに関して今俺が呼びかけて この場にいなかったらどうしたらいいんだっていうことで、まあ、お店の中でね、さっきのように、呼びかけはしましたよ。黒のアルファード乗ってる人いませんかっていうことで、呼びかけはして、で、誰もね、手挙げなかったけど、そういう場合、俺はどうしたらいいんだっていうのをね、まあ、逆ギレし始めるんですよね。で、張り紙でも、ここはパン屋の駐車場じゃないって貼っときゃいいがや、っていうことを言われて、貼ってあるじゃんっていうことで、まあ、店前に貼ってはあるんですよね。まあ、それ、後で出てくるんですけど、 貼っってあってあも止め取ったら一緒だろう,っていうことでねもっと止めないような工夫が必要なんじゃねえのかって怒るわけですね投稿主もそりゃそうだよね、まあ、その後天主が言うことかって言ってるんですけどこれ多分ねボソボソっとあんたが言うことかみたいなことを言ってるわけなんですよねでそんなことを言ってもさあって、えー、だからどうしようもなくないっていうことを言って天主は動かしたじゃん今もう大丈夫じゃんみたいなことを言い始めるわけなんですよねまあそういう問題じゃねえんだよな 呼びかけたりとかやれることやったじゃんっていうことで俺はやることやったよっていうことで店の外にもまあ出てないわけなんですよねで、まあ、このように逆ギレをしてるわけなんですよそして最後にこんな感じでどういう貼り紙をしてるかっていうのを映してくれてるんですけど店舗前の道路は近隣の方のご迷惑となりますので駐車されないようお願いいたしますとここに張り紙をしてるだけなんですよね まあこれだけだと、元道的にはあんま努力してるようには思えないかなと、もっと工夫できるところあるかなと思うんですけど、この動画だけではわからないような過去のねまあトラブル、この2人の間のトラブルもあったでしょうし、ちょっとわからない部分はあるんですけど、少なくとも言えるのは、さすがに飲食店側でこの逆ギりはしちゃいけないかなと、元道は思いますね。 むちゃくちゃ開き直ってるからねまあ少なくとも自分にも非があるっていうのを認めた上でまずは謝るべきじゃないって。 だってさ、無断駐車されてたら、この人止めるとこないんだよ。どうしようもなくなるわけだからね。で、まあ一応これがね、違法性があるのかどうか、まあ要するに飲食店に責任を問えるのかどうかというような話が、まあ、近いものがね、こちらの記事で上がってたんですよ。行列のできる近所の店、迷惑駐車にご近所さんは大迷惑、テレビで紹介後に客殺到だっていうようなね、まあ似たような感じのことが起こってるわけなんですよね。まあ法的なところで見ていくと、専用駐車場や、 迷惑行為の取りりり締ままをすする義務はありますかということで飲食店を訴えることはできませんかという相談ですと、まあ、同じようなケースの時にね、えー、この飲食店と無断駐車をされた近隣の方との間ではもちろんんら契約関係はありませんこのことから契約関係にない者同士の法律関係について損害賠償を求める不法行為が飲食店が無断駐車に配慮していないという不作為について認められるかを検討することになります。 とということで、まあ、難しいよねしかし飲食店にもどのように店を営業していくかを選択する自由があることを考えると例えば迷惑駐車が起こらないようにお店の席数に対応した専用駐車場を設けなくてはならないという義務や迷惑行為を取り締まらなくてはならないという法的義務があるとは考えにくいですと、まあ、法的な話で言うと、まあ、そこで飲食店側に責任を追及するのはかなり厳しいみたいなんですよね。 we <laughs> なぜなら客による店の外部での迷惑行為はあくまで客の判断によるものであり一般的に店が管理しきれるものではないからですということで、まあ、無断注射に関してはその客を問い詰めるしかないんだということが言われているわけなんですよね。まあ、とはいえ、元光も、ね、動画で何回も無断注射のトラブルについて取り上げてきましたけどこれって本当に、ね、警察呼んだりしてもどうしようもないとかむちゃくちゃめんどくさいことになるわけなんですよ。なので注射 車場をね、借りているる人からするとももうたまったもんじゃないわけですよねなので飲食店側で努力してなんとかしてほしいというのが一番の思いだと思うんですよそしてまあ似たような話でこういうこともあるんですよねまあラーメン屋の二郎でこういう話があって質呼びかけ客が近隣に違法駐車で早々に閉店ネットも同情並んでた客は無念だったろうなっていうことでまあ普段から、えー、このラーメン二郎に来るお客さんがね、えー違法 違法注射をしててトラブルになってたわけなんですよねで何度呼びかけたり、まあ、ネットで呼びかけたりいろんなところで呼びかけたりしても全然収まらなくてでもうある日ねもう早々に閉店したぞと、まあ、お客さん並んでるのにそういうことがあったんですよね、まあ、このラーメン二郎に行くお客さんの中に近隣の動物病院の駐車場に違法駐車した客がいたためこの日営業を終了したっていう話なんですよ本来だったらでも まあ営業終了するまではしなくていいかもしれないですけど本来だったら飲食店はこれぐらい責任感持ってやらないといけない話なわけなんですよね元光のイメージからするとその近隣住民とトラブルがあるようなお店は多分長続きしないと思いますからね、まあ、その違法性はなかったとしても飲食店はそういうところ努力する必要があるかなと思います まあそれをですね逆に切れて開き直ってですよえ俺ちゃんとやってるしみたいなそんな態度を取るのは絶対的に良くないかなと思いますということでネットの意見も見ていこうかなと思うんですけどケリー・ブレットとかいうパン屋の揉め事動画見たけど本当商売語るならまずご迷惑をおかけして申し訳ないぐらい言ったらどうなんてなっていやそうなんだよね まず一発目ここだと思うんですけど迷惑かけてるのは事実だからまず謝ればって。 本当謝ったら負けとか思ってるんだか知らんけど、ごめんなさいって謝れない人多すぎやろーっていうのがね、言われてたりしますね。いや、ほんとそうかなと思います。とか、他には、俺の行く某店でも、同じ感じのアパマンの1階で、移住者の並びにパーキングあるけど、店がちゃんと周知してるし、迷惑になったらちゃんとわびてるけど、このパン屋のアホなんなんて、近隣の人に喧嘩売ってどうすんねんって、ま、そうだよね。喧嘩売るるは間違ってるねなんででそこで開き直 逆切れすんのってなっちゃいますよね。とか他には「ケリー・ブレットってパン屋さん人付きだ」ってまずはご迷惑をおかけして申し訳ございませんだよねってお金払って借りてるって撮影者もお金払って借りてるのに勝手に知らない人に駐車場を使われるんでしょうって態度高圧的だしなんか法的にできてばいいねって、まあ、法的なこと,ところがねこれ難しい話なんですよね。続くなら大家さんとか不動産屋さんとかに行って立ち退きとか、まあ、そういうことしか考えれないよね。 まあトラブルという形でうんまあ法的なとこが難しいからねまあだって動画の投稿主からしたらまあお客さんに言ってね、まあ、問い詰めたところでまた次のね同じようなことが起こるんだったら意味ないんでねお飲食店側にお願いするしかないわけですよねとか他には、えー、ケリー・ブレッド店主らしき男の対応最悪だってなぜ店の外行って確認しないのって大人なんだから素直に謝ればいいのにってで店側が三角コーン差し入れして 不正使使用対策に使ってくだほんとそうなんですよね。あのー、無断駐車とかで一番いいのが、まあ、障害物を置いといて車が止めれないようにするとかそういう手出すしかないんですよ現実の状態ではね。なので、まあ、三角コーンとかを差し入れしてもうこれ置いといてくださいって、あのー、駐車してない時はそれで済む話なわけなんですよね。 とか、他にはこちらね、パン屋の店長、逆切れいかんぞっていう風でに言われてますね。まあ、逆切れは違うよね。とか、やば、自分の駐車場だったら、私は切れるわって、いや、元光でも切れると思いますよ。こんなことされたら。うん。とか、他には、こういう人気店には付き物の,のトラブルだけど、ごめんなさいの一言もないんだなって、居直っちゃダメでしょって、いや、そうなんだよ。えー、落とし所どころどこか、ちゃんと前向きに考えていかないといけないでしょ。 うんこういう姿勢がよくないかなと思います。この張り紙では本質の注意喚起はなってないぞって。本心では住民の駐車場が空いてたら勝手に止めて買いに来てと誘導してるような文言にも見えてしまうって。まあ人によってはこういうふうに見えてしまうよとか。他には おいしいお店かもしれないけど素直であってほしいかなって駐車場代払ってるのは一緒だしっていやそうだよねとか他には商売するなら地域住民に寄り添わない営業してるとそのうち消えるから我慢するか警察に相談してもいいかもっていうことでまあ地域住民というかもう本当近隣だよね隣の人たちに迷惑かけるような営業してたらそのうち消えますよねマジでそうだと思いますだってトラブルあったらまともに営業できないもんでどっちにしてもお店の誠意が感じられないって いいううううに、ね、言われれててまま、ねね、ますすすねねねそだよよよとかかここははど思って実際このようなケースは日常ででもも仕事でもありますよ、ね、例えばビジネスチームと開発チームとか圧倒的に店長っぽい人の対応が間違ってるけど撮影者も正しくないよっていうことで、まあ、撮影者もこういう晒し方は良くないんじゃないっていうようなことは言われてるわけなんですけどなんせねこういうとこって警察が介入できないんですよ。 だから、もう難しいとこではあると思うんですよね。じゃあどうしたらいいっていう方法がなかなかないんでね。まあ今の時代の講義の一つなのかもしれないですね。とか他には、こんなんで客商売ようやるわー、わらーって絶対感はこんなパンやーっていうのがね、言われてたりもしますね。 うんまあ、近隣住民の人に逆ギレするっていうのは、ちょっと普通考えれないけどね。まあ、ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、ジジニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。